ぽんちゃん、おはよう、ぽんちゃん、おはよう。ジャン君、今日はマオイママのお誕生日です。まだ何も用意していませんが、YouTube の方ではプレミア公開という、公開の予約の方法ですねをやっています。これは、そうですね、みんなでチャットを楽しめる、生配信的公開方法ですね。普段生配信しているんですけれども、それだと、クロケンパパやマオイママは喋りの方になりますね。チャットに参加するちょっと余裕がないので、プレミア公開の場合は普通に動画を見ながらみんなでチャットをするということになります。1時間ほどの、動画を作りましたので、7月15日夕方6時からスタートします。って言ってもこの動画がアップされるのはその後になると思います。はい、生配信の今、残りで映像だけ映しているんですが、ポンちゃんがカメラにスリスリしているところがみんなに言っています。今日はこれからですね、マオイママさんのためのケーキとプレゼント買いに行きます。プレゼントは特にどうでもいいでございますよ。プレゼントはあったら買う、面白いのがあったらね。そうだね、なんかジャックとポンちゃんにもいいものがあったら買ってくるよ。私のはポンちゃんとジャックのでもいいよ。あ、映っちゃった、お父ちゃんがポンちゃんのスリスリで映っちゃった、ポンちゃん。さあ早く行かないと、夕方6時からプレミア公開スタートします。ジャック、マオイママお誕生日記念、なんとかプレミア公開ライブ、ライブじゃないのを、YouTube でこあと3分後にスタートします。ジャン君とポンちゃんはここで待機中です。ジャン君とポンちゃんは画面には映りませんからね、過去のものが映るだけだからね。僕たち映らへんの。今マオイママさんのプレミア公開、半分ぐらい来たところですね。30分を過ぎたところ。はい、ジャン君とポンちゃんはここにいます。さっきポンちゃんが自分の声にさ、驚いて出てきたね。反応してたね、なんか寄ってきてた。ジャン君、ジャン君じゃない、ポンちゃん、ポンちゃんそこに空いてないの、もうごめんね、ここ閉めちゃったんだ。チャラーン、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、
ハッピーバースデー、ディアマオイさん。よよ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 よ。カエル。ハッピーバースデートゥーユー。お誕生日おめでとうございます。ちょっと豪華めのフレッシュなフルーツてんこ盛りケーキを買いました。はい。皆さんありがとうございます。はいはい、切っていいですか。どうやって切りましょうかね。半分に切ってまた3分の1ずつかな。6個かね。6個、うん、もう切れ目入れちゃった方がいい。うん、そうだね。余らしちゃうとさ、うん、あれかな、軽めだったら2切れずつ食べられるか。そんなに。ちょっと食べてみないと分からない。ドキッツ生ものだからね。そうだね。なるべく早く食べた方がいいことはいいと思うけど、結構4分の1にして一かけらがっつりくるか。4分の1は多くないか。食べられる？だって果物だよ。いっちゃいっちゃい。こうやって切って、うん、また直角、こうやって切ってこうやって切れば。そうなんだけどさ、そうすると2回に分けて食べるでしょ、うん、今日と明日と食べればいいんじゃないの。うん、いいかな。まあそうやって切れるならやってみ。こう切っ、今こう切ったよね、うん、こう切ったからこのくらいだよね。もう加減だから、このくらい。もうやってみて、こんぐらい。よいしょ、よし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 、こんな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 。あれ、なんかを使うと上手に6等分とか8等分なんか上手にできるっていうのがあった気がするんだけど、知らない。こんな感じかな、うん、こんなもんかな、こんなです。ザク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 、あれザク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 、切れたかな、はい、切れたかな、まあ、切れたかな。あとはちぎるしかないね。よいしょよいしょ、取ってみよう。お、もうちょっとだったかな。お、動いちゃった。どうかな、ここと。ここだよね、ここだよね。よいしょ。よいしょ。お、落ちてもいいよ。あ、ちょっと落ちちゃった。ルチー、こっちに入れる？うん。はい。いいくらいは入ります。ちょっと大きめのにしてみた、はい、食べにくいかなと思って。では、ちぎりにして。いただきまーす。どうぞ。なんかすごい、桃が乗ってるんだよ。うん、これ、ピンクのが桃。おいしい？まあ、フルーティー。フルーティー。うん、よいしょ。こんなかな？でかかったかな。その落ちた果物もらおうかな。ちょっとキレキレに飾ってみようかな。あ、このグレープフルーツがいいかな。あ、クロワさん、多分このピンクのやつ、これグレープフルーツと思う。あ、やべえ、食べちゃいけん。ちょっと酸っぱいの食べちゃった。まあ、今日薬飲まなくていい。これが、これはオレンジだから、オレンジと、オレンジと桃と、あとこのピンクのこのオレンジっぽい、うん、これもだ。そうだね、だからこの桃をあげますよ。はい、これが桃です。まあ薬やめとくよ。そうなの、うん、この中どうしちゃった、うん、大丈夫かな。
これあげるよ。うん、じゃこのキウイとかあげるよ。綺麗に緑がつくと綺麗だよ。どうですか、大丈夫ですか。はい、これ置くとこがにゃーん、よいしょ。ポンちゃんとジャンコ、ジェン君とポンちゃんだから、ジェン君とポンちゃんなの。よいしょ、グルーブグルーブ食べてみよう。うん、グリー、はい、マオイママさんお誕生日おめでとうのプレゼントです。ではありません、これではなくてですね、はい、よいしょ、はい、開封動画になっておりますが、はい、はい、これピヨピヨ、はいはいはい、よいしょ、あれまだいるんかい。3匹です。3羽です。はい、かわいいです。これはね、やりたかった。狭い狭い、うん、狭いよ、かわいそうだよ。それ取る、まあ、とりあえず今はね。え、ちょっとさ、すごい狭いんだけど。狭、あ、ちょっとじゃあこれここうしとこう。さま、狭すぎるよ。はい、こういう状態です。狭、はい、またなんていうのかな、生産性がないというか無駄というか、そういうものを買ってみちまいました。かわいいです。はい、ポンちゃんくんがきっと遊んでくれるかな。はい、ジャンくんはこれを噛んで飛ばすと思いますが、うん、そのうち名前がつくでしょう、きっとね。かわいいよ。本当はジャン君とポンちゃんと鳥さんと一緒に暮らすのが夢だけど、ね、無理なので、ダルマインコとか、インコが結構お気に入りの生き物なんですが、やっぱり万一何かあったらショック大きいのでね、これで我慢するというふうになっています。でもね、にゃんこと、うん、オカメインコとか、うん、インコちゃんが仲良くしているお家をブログとか動画とかで見ると、うん、あるんだけど、でも毎日ね、多分インコが先にいて子猫と一緒に育つとまず大丈夫だと思うんだけど、今もう大人2匹なのでね、うん、ひょっとして事件が起きると怖いなという。あ、これで鳴らせばいいのか。いや、ね、でも本物とはちょっとね、匂いがね、はい、ポンちゃんに。赤星インコ三兄弟でした。ピヨピヨ、はい、ポンちゃん、マオイママさんのお誕生日プレゼントが届きました。どうもありがとうございます。いつもいつもすいません。ちょっと待ってください、なんかいっぱい入ってるけど本当？ポンちゃんたちの分もあるかもや。ハッピーバースデーです。まずこれを開けましょう。ちょっと手紙をよけて、手紙をよけておきましょう。はい、よいしょ。なんかラッピングがなんか素敵なお花のやつがついてるよ。ピヨピヨ貸してください、うん、ピヨピヨが見てることにしましょう。それなりになんかちょっと重くなってるね。そうなの、重さがあっていい感じです、うん、はい、では開けてください。はい、開けます。よいしょ、あ、これは、あ、これになってます、うん、手紙になってました。なんか可愛いお花になってます。うん、よいしょ、
よいしょ、よいしょ。さあ、これは何でしょうか。何でしょう。よいしょ。おお。お。あ、ごめんなさい。なんか可愛い絵の。チャイハメ。なんかあの民族屋さんみたいな感じの。メキシカンな感じか。あ、インコ。え、インコ。あ、本当だ。インコ、インコ、インコか。インコ。まあ、オウムというかインコというかね。お洋服だ。あら。わお。インコの T シャツさんです。すごい横に広いね。本当だ。なんか大きく着る、あのダボダボで着る感じ。はい。かわいい。あ、すごい。南米っぽい感じ。びっくり。ね。君たちだよ。君たち。ほら。くしくも一致してしまいましたが。おさらい。かわいい。はい。じゃあ次をお願いします。ありがとうございます。僕がいっぱいあるからどんどん行きましょうか。そうそう。おお、かわいい。今度は猫。猫ちゃん。猫のバッグ。猫マルケ。猫マルケ。あ、ホームページがあるんだ。かわいい。お、なんかいけるぞ。ちょっと待ってね。よいしょ。めっちゃかわいいんですけど。はい。ありがとうございます。いいです。なんかいい、すごいものばっかりもらってしまいまして、これは何ですか？下着？あ、じゃないのか。あ、これは首に巻くのか。涼しい系だ。涼しい UV で、UV カットになっていて、ここに冷たいのを入れられるようになっていて、夏にひんやり、ひんやり紅巻きだね。そうそう。UV で、はい、ありがとうございます。なんかどうしよう、こんな立派なものいただいて、ね、まあ、お誕生日だから。これはなんだ、これちょっと出てきちゃったから、これ先に、はい、何かな。お、出た。それとこれを足すと何かになるのかな。また鳥さんだ。出ました。鳥好きってバレたの。そういうことなんだね。あれ、鳥好きってバレてる。私これカエル好きはバレてると思うんだけど。ポンちゃんかわいい、はい、このようなものでした。何これ。あの多分あの庭とかにさ、刺すやつだね。これをこうして、うん、はいはいはい、長くして、下を回した方が効率的だね。下を回して、え、めっちゃ可愛いんですけど。はい、長いから、ね、映った映った、映った、よっ。鳥さんです。かわいい鳥さん、かわいいです。はい、ありがとうございます。なんかちょっとリアルな鳥さん、かわいい。やった、鳥さん。そしてまだあるよ。先にこっちにする。こっちなんか箱もあったの。わお、いっぱい入ってるよ。箱もかわいいの。前にいただいた箱もね、活用しています。よいしょ。あ、キノコ好きなのバレてるよね。キノコさん、かわいい。お、猫さん。ここがね、私の M になってるって書いてある。はいはい、かわいいね、きっと。キーホルダーになっているけど、ジョン君に取られそうな気もする。なんだかすごいね、数が。あ、カエルさん。あ、これもこうやって刺して置けるカエルさんです。お、ここにカエルさん映った。カエルさん、はい、
釣りましたね。猫さんも釣った。なんかたくさん入ってるんですけど、どうしよう。これの袋開けます。いっぱいだ。どうしよう、こんなにもらっていいのかな。なんだ、なんかかわいい。7月の誕生石ルビーだよ。おのネックレスかな。ちょっと短いから違うのかな。なんかバッグとかにつけるやつかな。ちょっと後で開けてみましょう。はい、はい。あ、なんか入ってる。なんか可愛いんだけど、こういうのがついてた。これがあれな、なんか書かれるやつ。あとは、あ、まだ使ったことがない。これは何かというと、なんだ、おしゃれな爪、爪に貼るやつ。あの、ネイル、何、簡単にネイルアートみたいになるよっていうシールなんだけど、そうそう、前にね、ちょっと気になってるやつもあったんだけど、まだ買ったことなかった。やってみましょう。やってみましょう。上手にできるかな。はい、そしてまたバレているムーミン好きです。ムーミン、ムーミンのコースターなんだ。かわいいので、きっとコースターとしては使いなさそうです。これはきっと飾りになりますね。よいしょ。これは何だろう。にゃんこの和紙素材のシールかな。ここほら、シールね、猫ちゃんの、いろんな猫ちゃんの和紙でできた。あ、これが、こういうのが入ってた。そうだね、うん、シールって書いてある。シールです。なんだか可愛いものがいっぱい入ってます。これは何だ、どうしよう。いっぱいいっぱいもらいすぎな気がします。いっぱいもらいすぎな気がしてなりません。あ、かわいいカエルさんです。あ、かわいいです。これ、あ、どっかに置くと、あ、わかった、この上に置いたら取りやすい。よいしょ。カエルさん、あ、そっか、でももう一個あるから、ちょっと待って。あ、ちょっとポーズが違う。あ、かわいい。カエルさんです。はい、かわいいです。ちょっとお家を本当にかわいい、きれいにしないと、きれいに飾れない。頑張って、頑張ってきれいにしましょう。はい、こんな感じです。かわいいです。カエルさん、やったね。あ、ジュン君、カエルさんだよ。どう、スルースルーされちゃった。ここのお店まだまだ続くよ。まだなんか可愛いものがいっぱいなんだね、ここのお店はね。うん、よいしょよいしょよいしょ。これもカエルさんっぽい。これをくれた方もカエル好きなので、カエルさんです。自分も欲しいんじゃないかなと思うんですけど、うん、こんなになんか旗持ちっぽいね。これさ、穴が開いてるね。あれじゃない？線香か。そうそう、はいはいはい、あの香りのやつを立てるやつ、うん、どうしよう。本人も欲しかったんじゃないかと思うんだけど、うん、大丈夫かな、はい、もらってばっかりで。そしてこのきなこ好きのきなこのハンカチ、はい、大きめのハンカチです。かわいい。めっちゃめちゃ物持ちになったね。すっごいいっぱい入って、あの、これは何でしょう。あ、ちょっと大きなやつで、なんかかけたりとかするやつ。すごい立派なでっかい布だ。よいしょよいしょ。お、これで、あれだね、テレビに映らないようにかけるときとかも使えるね。よし、
あ、そっか、まだあるんだよ。ジャン君に。ジャン君。はい、次をお願いします。なんかすごいいっぱいいただいちゃったよ、ジャン君。ジャン君にも貸してあげるね。この猫さんとか。うん。じゃあこれで、はい、これはお花が、はい、こっちはね、こっちは黒犬さん用です。あらば、多分7月30日なので、ね、一緒にいただいたんだと思います、うん、ありがとうございます。これはじゃあ後にしといてもよかったけど開けちゃうか。そうだね、はい、はい、ありがとうございます。黒犬さん来ます。お口のこれはかわいいやつ、この辺に飾っておきます。ちょっと可愛く飾れるように部屋にしないといけないにゃ。ポンちゃん、尻尾振ってる。ポンちゃん、ポンちゃん、見てほら、かわいい、なんかかわいい鳥さん。どう？お、ポンちゃん興味津々。かわいい。ポンちゃんキスしてるよ。手を伸ばそうとしてる。お、触った。はい、黒犬ヤシの木好きだったかな。ヤシの木のこれでも小さい細かい柄だからちょっと可愛いかね。お、ちょっと長い T シャツ。本当だ。お、夏にいい感じじゃない。プラスこれはツバメ。ツバメさんですね。ツバメジャンシャツ、ツバメのシャツ。ちょうどいい感じの柄に見えるようなサイズでゆいね。うん、可愛いね。よいしょ。あ、今あのダンディ目指してるからね。あ、ダンディ。はい、ありがとうございます。ちょうど良かったです。なんか鳥さんの、鳥さん好きがバレてるね、うちね、うん、猫好きなのに鳥好きってバレてるのね。おや、いっぱい。衣類の救援物資化し始めています。あ、これパーカーだ。お、いる。あ、これほらビートルズの猫版だよ。もうちょっと下。そっか、はい、見えた。そういうことだね。だからだね。にゃんこでビートルズだからだね。うん、はい、これはキツネのマークのTシャツいただきました。キツネ、キツネ、なんか急に衣装持ちになったね。衣装があまりないのがバレてるね。有名な黒犬でございますが、あれ黒犬って入ってるよ。重よ。え、なんで、え、黒犬って入ってるよ、なんでだ。これはキツネが黒犬っていうな、ま、見えない。あ、見えないの、もっと下。はい、はい、もうちょっと下、もうちょっと下。見た。はい、黒犬でございます。胸に名前を、入れてくれたってこと。どうだろう、それともこういう名前のキツネがいるってこと。あ、え、わからん。ありがとうございます。はい、このような形になりました、たまたまですね、今日、夫婦で買い物に行ってこのインコの置物を買いました。ポンちゃん、そしたら、インコのプリントや、鳥のオブジェなどなどいただきました。ありがとうございます。このパーカーは写したの。一応写してるけど遠かったかな。あ、近すぎたかな。でも一応ね、うん、パーカーも、はい、しまじま好きの私が、お誕生日をこれですごいにぎやかに暮らせます。ありがとうございました。ありがとうございます。なんだかすごいいっぱいだ。じゃんくん、鳥に囲まれてるね。かわいいでしょ。ちゃんくんかわいい。鳥さんにもデモで、かわいいね。ちゃんくん、ちゃんくん、お目目開けないの。ポンちゃんくん、ポンちゃんはあそこでカツオくん、ポンちゃんカツオに乗ってるね。乗ってるね、嬉しい。ポン
ちゃんカツオ乗ってくれてありがとう。かわいいちゃんくん、カエルさんとちゃんくん、かわいい。